EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは、加古です。1月の29日に私の新しいミニアルバム、ノルカソルカが、リリースされます。ノルカソルカっていうのは、成功も失敗も関係なく、天に任せて思い切りやるっていう意味があるんですけど、恋愛も仕事も失敗を恐れずに、面白がって、生きていきたいなっていう気持ちを込めて書いた曲が、このノルカソルカの中に入っております。そして今年はこのノルカソルカを引っ提げての、ツアーも決まっています。2月の29日、大阪の雲州堂、そして3月の1日が名古屋のサンセットブルー、そして、3月15日は、渋谷のビーツ渋谷で、ワンマンライブやります。大阪と名古屋はピアニストの方とコンテストで、セッションで、もう、めっちゃそれも楽しみ。で、15日、最終日はね、もうバンド編成で、できるだけこのノルカソルカの世界観を皆さんにこう豊かに伝えられるように作り上げる、ライブにしようと思っています。こう私の中でも、すごくこう、2020年、勝負のような気持ちで、だし、こう、面白がって、やるぞっていうちょっとはつらつとした気持ちで今、準備しているところです。ぜひ皆さん、遊びに来てください。お待ちしてます。そう、EMTG 恒例マイ検索ワードですが、私今朝、最近よく夢を見るんですけど、たこ揚げをしている夢を見まして、夢占いを検索したところ、自分のこう意思がまあこう、頑張るぞっていう、燃え上がっていると。で、上昇していくよ、運気はっていう吉夢でした。皆さんも、ちょっと気になる夢があったら、継続してみましょう。それでは、以上、加古でした。